アルケタールコメンスタン、皆さんこんにちは、エミコです。今日はデレスペイン語検定の流れ、そしてよくある質問にお答えしていきます。まず受験の申し込み方法なんですけれども、日本に住んでらっしゃる方はこちらのサイト、そして海外に住んでらっしゃる方はそれぞれのセントロによってやり方がとかね、開催月が違ったりするので、まずはこちらのサイトから見ていきましょう。まずですね、こちらのインスティトゥート・セルバンテスのサイトに入って、まあ、クアンドを見るとね、いつあるのかっていうのが、スケジュールが確認できます。で、皆さんが場所を調べたいときは、ドンデを見ていきます。まあ、例えば、まあ、メキシコに住んでらっしゃる方だったら、ここで、メヒコを選択して、で、メヒコを選択すると、ここからね、シウダーデ・メヒコ、なんか、で、まあ、都道ですよね。で、じゃあ、どこのレベルを受けたいので、レ A2 が受けたいよ。まあ、今のビエンブレ。みたいな感じで、こう、調べていって、ブスカールっていうのを押すと、まあ、メキシコシティでは、こういうね、インショインターナショナルハウスメキシコシティとか、なんかこういう場所がね、受けれるんだねっていうのがわかるので、で、まずはですね、ここでスケジュールを確認して、で、それぞれの、学校、語学学校とか大学に申し込みをしていくような流れになります。本来デレって大体2ヶ月に1回くらい、結構頻繁にやってます。ただ受験期によって開催される月とか変わってくるんですよね。例えば C1、C2 になってくると、もう年に2回しかなかったかな。 C2 は完全に年に2回しかないんですよね。でも A2 とかだともうちょっと頻繁にありますので、皆さんがどこに住んでるのか、そしてどのレベルを受けたいのかによっても変わってきます。そして首都にいらっしゃるのか、もしくはね、割と大きめの都市にいらっしゃるのか、どこかに行かないといけないのかとかによってもね、大きく変わってくるので、ぜひ身近にねいる方に相談をしてみるといいなと思います。ちなみにペルーでは首都のリマでしか受けられないので、ちょっと遠くに住んでらっしゃる方はね、こっちに出てこないといけないっていうことが起こっちゃいますよね。申し込みを皆さんまずしますよね。で、その後の細かいスケジュールっていうのは、ほんまに1週間前にならんとわかりません。例えば2024年11月23日の試験であれば、1週間前にならないとほんまに届きません。で、1週間前の土日までに連絡がなければ、その翌週の月曜日ですね、この月曜日に問い合わせするっていうような流れになってます。で、申し込みしてから1週間前まで一切連絡がないから、結構不安になる受講生さんとかも多いんですけども、その申し込み完了しましたよっていうメールが届いてれば大丈夫やから、そこはね安心してください、いけます。で、申し込み完了しましたっていうメールが来てない人は、ちょっともうちょっと先にね、アクションしないといかんですね。ほんで、まあ、ほんのスケジュールなんやけど、まあこれが頭痛の種ですよね。いつかわかんないんですよ。なんで基本的に土日っていう風に試験の日はなってるんやけど、土曜日1日で終わる可能性もあれば、日曜日1日で終わる可能性もあります。で、土日にまたがる可能性もあります。基本的には筆記試験とスピーキング試験、口頭試験っていう風に分かれるから、土曜日筆記、日曜日スピーキングとかね、日曜日スピーキング、土曜日筆記みたいになったりして、結構人によってこれスケジュール全然違うんですよ。で、全泊しようって思ってたとしても、日本だったら東京会場とかが実際にどこになるのかっていうのが分からんかったりして、最寄り駅も分からないっていうことがね、起こってしまったりするんですよね。これは結構東京独特の問題かなと思います。ちなみにペルーとか海外で受ける人は、もう語学学校とかその現地の大学が受け負ってる。なのでセルバンテス主催っていうよりは、例えば私はいつもリカルド・パルマ大学っていうところで受けるんですけど、セルバンテス主催じゃなくてもリカルド・パルマ大学が受け負ってて、ここがやってるので、ここが勝手にスケジュール決めれるんですよ。で、謎に金曜土曜っていうスケジュールなんですよね。はい、ペルー在住の皆さん覚えておいてください。金曜土曜、結構金曜の真っ昼間からスピーキング試験とかって普通に連絡来ますからね。仕事してる人どうするやろって思ったりします。で、これがほんまに1週間前なんとわからへん。ただリカルド・パルマ大学の場合は2週間くらい前に連絡くれることもあります。で、日本でも広島とか福岡の場合は
セルバンテスじゃなくて受け負った語学学校なのかな、そこはがやってるから、ちょっと早めに分かるケースとかもあります。でちょっとそのあたりほんま誤差があるからね、気になる方はコメント欄に書いてください。ここはどうかなっていうのはもうちょっとほんとここにね分からんのですよ。で、必ずしも筆記を先やってその後スピーキングっていうんじゃなくて、さっき午前中にスピーキングやってから午後から筆記っていう可能性とかもあるし、スペインとかやったらね1週間2週間間が空いてるケースもあります。なので今週筆記やりました、で来週の週末スピーキングですよみたいな可能性とかも全然あるんですね。でそれ何によって決まってるのっていうと、受験者数で決まるので、事前にほんまにわからんのですよ。でデレはオンラインでの受験っていうのはなくて、もうとりあえず絶対行かないかん、プレゼンシアルなんですね。はい、なのでコロナ期間中とかはもう完全にストップしてたっていう、もうプレゼンシアルをね徹底的に守ってる、まあある意味では非常にポリシーの強い試験ですよね。はい、で未だにね筆記試験もねこう手書きで書かされるっていうね、まあまあ素敵な試験でございますので、まあ、皆さんスケジュールに関しては結構ストレスかかるところではあるかなと思うんやけど、余裕見てね持っとくといいですね。なのでお仕事されてる方もちょっと金曜日午後くらいは空いてると安心は安心です。では続いて当日の持ち物なんですけれども、鉛筆ボールペン消しゴムって感じです。で結構厳しいセンターとかやったら、もう机の上にもうほんまに鉛筆ボールペン消しゴム以外は出さんといて、筆箱も出さんといて、これリカルド・パルマ大学でも言われることあります。その時の試験官の先生によるんですよ。別に何も言わへん人やったら筆箱出してても何も言わへん人もいるし、筆箱ダメっていう人もいて、ちょっとそのあたりねまあ曖昧な感じ、スペインっぽい感じなので、まあ、皆さんとりあえずこれだけは忘れておいてくださいね。鉛筆と黒のボールペンと消しゴムです。で、あんまりシャーペンをねおすすめしてないというか、なんかシャーペンダメって書いてるセンターとかもあります。でもマークシートやから、要はマークシートが読み取れたらいいので、まあ、濃いめのマークシートちゃんと読み取れる鉛筆でねやっていってください。で黒のボールペンが必要なんです。で、黒のボールペン何に使うんって言ったら、作文書くときに使います。皆さん、作文はボールペンで書きます。鉛筆で書かんからね。下書きは鉛筆でしてもらって全然構わんのやけど、その、正当な用紙、ちゃんとした提出する用紙に書くときはボールペンでないとあかんっていう風に決まってますので、黒のボールペン絶対に忘れんといてください。で、フリクションダメですよ。皆さん、フリクションダメ。で、この、後からもまた言いますけど、作文用紙っていうのは採点するときにスペインに送るんですよ。サラマンカにあるね特別なセンターみたいなところに、そこに送るから、その間に消えてもうたらもう終わりやからね、その間に消えないようなやっぱ油性のボールペンがおすすめです。あとね、意外とね気をつけといた方がいいんが、時計ですね。皆さん普通の腕時計、この懐かしい普通の腕時計ね持って行ってください。一応ねスマートダメっていうことになってるんですよ。なのでアップルウォッチとかは、万が一に会場入るときにほれあかんって言われたら困るじゃないですか。時計ないっていうことになってしまうから、なんか安いの100均の時計とかでもいいけん持っとくといいです。まあ日本の会場やったらね時計あると思うんですよ。で試験中も先生ずーっと言ってくれますから、はい、残り30分、残り15分、残り10分みたいな感じで言ってくれるからいけるんやけど、まあちょっと見ときたいは見ときたいよね。で、ちなみにペルーの会場は時計ないです。時計なかったと思うよ、どこでも。常に私持っていくようにしてるんですけど、その会場に時計が基本的にないと思います。ので、皆さん自分で時計ね、持って行ってくださいね。でね、当日忘れんようにしときたいんが、そのスケジュール表とか受験表みたいになってる用紙が届くんですよ。その1週間前にメールで届くんですけど、それできるだけプリントアウトして持っていってる方がいいです。センターによっては全然そのスクショとかその画面見せたら OK っていう風になったりすると思うんですけど、意外とペルーはねその大学で受けたりするから、大学入る時に見せんとあかんのですよね。その語学系のセンターの先生たちは知ってるけど、大学の入り口にいる守衛さんとかは何の試験で何のために来とんかわからんじゃないですか。
で、それを、しかも今皆さんまだまだスペイン語を勉強している段階でスペイン語の試験があってねとか言ったって、こう、うまく説明できへんし、向こうの人たちはスペイン語の試験って何って感じなんですよね。デレのことを知ってる普通のスペイン語圏の人ってほぼおらんから。で、だったらね、やっぱり持った方がいいよね。で、こういう試験があって、ここに来いって言われて、何時に来いって言われたから来たんやっていうのを見せて、で、そしたらその守衛さんたちもその紙に連絡先書いてるから、どの部署に連絡したらいいか分かるじゃないですか。っていう風な感じで。なので、こう、プリントアウトして持っていくことおすすめですね。結構ね、海外の受講生さんとか、うちの受講生ではないんですけど、他のなんか受講生さんとか聞いてると、その、突然やっぱネットが使えんくなって、スクショ撮ってなかったからその画面が開かんくて困ったとかね。なんかそういうことがあり得るので、やっぱここはもう最後は神かなと。プリントアウトして持っていくことをおすすめします。で、持ち物シリーズとしてもう一つおすすめなのはね、チョコレート。チョコレート。ちっちゃいやつでいいです。私は日本にいたら絶対ガルボを持っていくんですけど、ペルーやったらミルキーを持って行ってます。で、これなんでかっていうとね、筆記試験でね、読解とリスニングは一気にやるんですよ。で、読解とリスニングが終わったら、だいたいね、25分くらいの休憩があって、作文があるんですね。で、この3つが筆記試験なんです。で、これが終わった後に、午後からスピーキングとか、翌日スピーキングとかっていう風になるんですけど、この筆記試験の間だけでも結構疲れるんです。皆さん今ね、お家で勉強してる時に、おそらく読解だけやってちょっと休んで、みたいな感じでやってると思うんですけど、本番は読解からリスニングまで全部通しでやるので、もう今時期くらいから、もう試験前3週間くらいになったら、通してやる練習した方がいいです。集中力がどれだけ持つかとかっていうのもね、自分で知っとう方がいいけんね。で、もう読解とリスニングやった時点で大体頭パンパンになると思うので、そこで一回お休みしたいよね、休憩したい。で、その休憩時間にやっぱチョコとかサクッと食べれた方がいいので、まあチョコとお水とかね持っていくといいですね。サンドイッチとかもあって持っていってしまうとなんか眠くなったりとか逆に疲れてしまったらあかんから、チョコくらいでいいと思います。でもこれもまた残念ながら東京会場とかやったら、その休憩時間やのに、部屋から出んといてとか、トイレ行ったらすぐ帰ってきてとか、飲食禁止の会場とかっていうのも実際にはあるので、なんとも言えんよね。ただね、皆さん、海外受験の皆さんはそのあたりほんまにラフやから、間でね、絶対食べれるし、で、リカルド・パルマ大学はその大学内での売店が空いてるから、もう今フルーツジュース普通に飲めたりとかね、いろんなお菓子売ってるお店とか、ちっちゃいハンバーガー売ってるお店とかも全然空いてるから、ぜひそのあたりでね、お腹空いてる人はなんか食べたりとか、なんかフルーツジュース飲んでちょっとリフレッシュしたりとかっていうのをおすすめします。もうそんなね、15分20分くらいでなんか一生懸命見たっても変わらへんからね、もうその時はリフレッシュするっていう風にね、でもちょっと気分転換して新たな気持ちで作文受けるっていう風に進めていきましょう。皆さんここまでいけそうですか？なんか質問あったらね、コメント欄に書いといてくれたらちょっとできる限りでお答えしますし、また次回の動画とかでもお返事できるので、まあわからんことあったらね、何でも聞いてくださいね。では続いて当日の試験の流れについてお話をしていきますね。で、さっきからね、すごく申し上げている通り、まあ、筆記とスピーキングっていうのが基本的には別なんです。で、基本的にはですよ、一番基本的な流れとしては、午前9時から筆記スタート。まあ、これです。ただでもね、やっぱ東京とかの話聞いてると、午後から筆記っていうケースとかも全然あるので、まあ、これはもう参考として、モデルプランとして聞いといてください。で、9時から筆記スタートの場合は、だいたい8時半くらいから集合っていう感じになります。でも、あんまり早く行き過ぎてても、空いてなかったりとかね、入れてくれんかったりとか、割とするから、まあ8時半くらいに行ってくださいと。読解とリスニングはもう通しで行きます。もうそのまま流れて行きます。これはね、どこでも一緒です。で、その、読解とリスニングって間休憩なしで行くから、同じね、一冊の冊子なんですよ。まあ、この冊子に読解問題とリスニングが両方載ってるんです。なので、読解問題早く終わった人はリスニングの問題見ててください。っていうのが、
もうデレ対策をやってる講師の中ではもうこれ当たり前のアドバイスなんですよ。なので読解をちょっとやっぱりできるだけ5分でもいいから早く終わらせて、先にリスニング問題読んどけと。でそしたらリスニング問題ゆっくり聞けるじゃないですか。っていうのがもう鉄板のアドバイスなんやけど、なぜか日本では残念ながらリスニング問題を先に見るなっていう指示が出てるみたいです。でこれ私ね、実際にデレの試験官の先生とかにも聞いて、あかんのって聞いたら、あかんことないって言うんですよ。であかんのやったら問題用紙分かれてるから、そんなんって、なんか一緒に渡したら先に見るん分かってるじゃないですか。日本人やから見るなって言ったら見えへんけど、皆さん世界各国にはねルールを守らへん人たちなんかいっぱいいるわけですよ。でその人たちに問題見たらいかんよって言ったって絶対見るんですよね。であるならば問題用紙自体が分かれてるはずで、一緒に渡してるっていうことは別に見ていいっていうことよっていう。で実際に試験官の先生に聞いても、そういう指示はないんですって、見るなって言うなっていう指示は一切出てないから見てかんまんと。ただその場におる試験官がダメって言ったらダメなので、皆さんはその時の指示に従ってください。でこれあかんって言われたっていう話が出るんですごい面白いんですけど、日本とスイスの友達は聞いたことあります。スイスもあかんって言われたって言ってた。でも他の国では基本的にね OK なんでね、まあ不公平ですよね。まあ不公平な試験やなと思って。で、日本の中でも、やっぱりね、地方で受ければ地方で受けるほど、それだけ緩くなっていきますので、まあ東京の皆さんも、もし行けるやったら広島とか福岡とか行って受けた方が、雰囲気全然違うみたいですよ。雰囲気全然違うし、緩さとかも違う。やっぱ東京が一番ピシッとしてるみたい。なので、まあね、わざわざそんな遠く行って受ける必要はないんですけれども、ちょっとそのあたりセンターによって運用が違うから、先生がいくらね、例えば私がうちの対策講座の受講生に、リスニング問題さっき読んどきなさいって言ったって、当日あかんって言われたらあかんのですよ。なので、そこはね、やっぱ当日の先生の指示に従ってくださいね。当日の試験官がルールです。でね、これよく聞かれるんですけど、その問題の冊子に書き込みして構いません。書き込み OK です。トイックとか受けてるとね、問題用紙に書き込まんといてくださいって言われるじゃないですか。でもデレはいいので、読解問題読んでる時も別になんか線引いたりとか丸つけたりとかしてもらって構わんし、リスニングの問題もちょっと訳したい言葉があったら上に日本語で書いたりとかしても全然 OK です。で、これどういう風に対応してるかっていうと、試験終わった時点で先生全部問題用紙とその回答用紙のマークシートのやつと回収するで。で、その問題用紙はもうその場でシュレッダーかけるんですって。なんで誰が何を書いてるとか、誰が日本語で書いてるとかもう一切見えへんから、そこでなんか評価が変わることはもちろんないし、書かないで綺麗なままで返して使い回すからっていうことも一切ないんですよね。その場でシュレッダーかけちゃうので、メモして構いませんので、皆さんメモしてください。ただ時間内にマークシートに記入せんとあかんから、こっちにだけ答え書いといてもあかんからね、問題用紙に答え書いてもあかんから、ちゃんとマークシートを塗りつぶすっていうのは意識しといてください。なんでリスニングの時間ってこの時間って決まっとんよね。で、例えばリスニングじゃあ30分間って決まってる。30分終わって、その音声が、はい、終わりですって言ったらもうそこで終わりやから、その後にマークする時間をくれるわけではないんです。なので、問題解きつつ、ちゃんとマークシートにマークしていくっていうのを覚えておいてください。後で時間はない。マークシートにマークをする時間を後でくれるわけではないからね、その制限時間内にするっていうのを覚えておいてください。はい。でですね、そこから本来であれば休憩時間挟んでからの作文っていう感じになります。ただですね、この5月に受けた対策講座のメンバーが教えてくれたんですけど、A1 はこの間の休憩なかったっていう会場多かったです。なので、筆記リスニング作文まで一気にぶっ通したっていう恐怖ですよね。まあ、A1 って他のレベルに比べたら全体的な時間が短いんやけど、でもその間やっぱり集中力ね、大変だよねと思うけどね、トイレにも行けんかったみたいですよ。もうそのままやったから、それこそ間で何か食べるとかもなく、って言ってましたので、まあ、H 受験される方はですね、その可能性もあるんやなって思っといてください。筆記リスニング作文までがもう一気に
全部やりきっちゃうっていう可能性もあるとっていう感じですね。で、作文の注意事項はやっぱりさっきも申し上げた通りボールペンで書くやからね、皆さん絶対ボールペンで書いてください。で、ほんなん間違ったらどうするんって思うと思うんですけど、間違ったら線引いて、で、その上に書いてもいいし、その隣に書いてもいいです。なので書いてる時に間違えたらもうシュッて線引いて、その隣からこう書き出せばいいよね。でも全部書いてしまって最後の最後に読み直してる時に、あ、ここ違うってなったら、もうそれはもうその場でピッて線引いて、その上に書く、で、上に書けばいいです。人が見てるんで、作文は良くも悪くも人が読んでる。で、必ず二人の先生がチェックするってこれ決まってるんですよ。なので、見て分かればとりあえず受け入れてくれるはずやから。なので、分かるようにとりあえずしといてください。っていうのも考えると、ちょっと広めに字書いとくといいと思います。皆さん A4 で作文のね、あの回答用紙プリントアウトして、これくらいの幅なんやっていうのを一回見といてください。あのリンクに貼っときますので、一回 A4 でプリントアウトしてみて、で、1行に何単語書けるんかっていうのを知っといてください。で、おすすめはね、1行にだいたい10単語くらい書くことなんです。1行に10単語書いとけば、何行あるって読んだらだいたい何十文字ってわかるじゃないですか。12行書いてあったら120単語書いてるっていうことやから、だいたいじゃあ100から140単語の中って書いてたら、あ、合ってるなとか入ってるなとかっていうのがわかるから。で、10単語って割と余裕あるんですよ。詰め詰めで書いてしまったらね、後で直そうと思った時にその線引いて上に書くとかっていうことができんくなってしまうから、やっぱそのあたりはね、余裕を持ってぜひぜひ書くようにねしてください。で、ここまでが筆記試験の流れですね。で、もう一つあるのがスピーキングになります。で、皆さんどういう風に採点してるかご存知ですかね。サクッとお話をしておくと、テレの合格ってこんな感じで届きます。で、どういう風になれば合格なんていうと、グループウノとグループドスがあるんですね。で、グループウノで6割、グループドスで6割取れたら合格になります。グループウノは読解と作文、グループドスはリスニングとスピーキングで、それぞれ6割でいいんですよね。で、読解、リスニング、作文、スピーキングはすべて同じ配分です。なので100点満点としたら4項目あるから、25、25、25、25でしょ。で、それぞれ25のうちの6割取らないかんのんでなくて、グループウノとグループドスに分けたうちの6割でいいんですよ。なので50点満点中の6割それぞれ取れていければいいんですね。で、読解と作文で25点25点で、本来は50点満点なんやけど、30点以上取れれば合格になります。で、この30点の内訳は25対5でもいいし、15、15でもいいし、まあもちろん20、20でもいいって感じなんですよ。これって皆さんすごいことなの分かりますか？なので、万が一作文が5点しか取れんかったとしても、読解で25点取れてればグループウノは OK。 同じようにグループドスもリスニングめっちゃ苦手で10点しか取れませんってなっても、スピーキング頑張って25点とか取れたら余裕で合格するわけですよね。なので、まあ、得意をね伸ばしていくといいと思います。なんかリスニング全然できんけんって言って、めっちゃリスニング勉強するよりもスピーキングの方が点って伸ばしやすいから、スピーキング頑張った方がいいよね。で、リスニングってほんな急に上がらへんのんですよ。でもスピーキングって上げれるから、なんかそのあたりはね、信頼できる先生と一緒にこう作戦立てながらね、一緒にやっていくといいですよ、皆さん。なんか日本人ってこう平均的に点上げようとするんよね。で、全部が全部で6割取ろうとするんやけど、私はそんなん別にいいと思ってて、とりあえずね、そんな得意不得意って人によってあるわけでしょ。運動できる子もいれば数学得意な子もいるじゃない。で、私なんかも完全に暗記系の人間やったから、もう理数なんか全然ダメで。でも、国語とか
社会とか、社会って歴史とか、すごいそのあたりの点とかめっちゃいいんですよ。で、そういうふうに別にそれでいいと思うからね。で、そのあたりはなんか、もちろんやらなあかんことっていうのはやらなあかんし、最低限やらなあかんのやけど、でも自分が得意なところを伸ばしていったらいいと思うからね、まあそういうふうな指導をしてくれる先生と一緒におったらいいんちゃうかなと思います。で、うちはね、やっぱりね、話せるようになるスペイン語講座なだけあって、まあ、スピーキングの点がみんな高いですよね。スピーキング点はもうほぼほぼ25点取って、全員がもう日本在住であろうがどこにいようが受かってきますけれども、スピーキングの試験の流れとかっていうのは、こっちの動画で詳しく解説してるので見てください。基本的にはそれぞれのレベルでも変わらへんかな。スピーキングのパートでよく質問があるのは、当日はね、辞書見えませんので、皆さんね、控え室入るじゃないですか。まず控え室入って、レベルによって違うけど、10分とか15分とか20分とかね、準備の時間くれるでしょ。で、その間は、辞書見えませんから、辞書見えんと思って、準備しといてくださいね。残念ながらか、幸運にかわかんないけど、海外の、とある、受験地によっては見えたりする。なんかもう一人にしてくれるから普通になんかスマホで辞書調べながら準備しましたっていう方とかたちも実際にいらっしゃいます。はい。実際にいらっしゃるんやけれども、基本的には見えんと思ってやっといてください。日本は絶対に見えんと思います。はい。で、海外でも一人にしてくれる場合でもなかなかその度胸がないというかね、先生どっかで見とったらどうしようって思ったらなかなかスマホって出せんと思うから、やっぱ当日は出せないと思った上でやっていくといいね、準備をしていくようにしましょう。なのでやっぱりね、知ってる単語だけで文が組み立てられるとか、知ってる単語だけで言いたいことが言えるようになるっていう、その練習はやっぱりしとう方がいいですね。これはよくね、デレの対策講座をやってる講師仲間、私スペイン人の先生たちのグループに入ってて、よくそこでね、グルコンとかさせていただく中で、みんなでよく話が出るんやけど、古いですっていう項目があるんですよ。流暢さなんですけど、流暢さやっぱり取り間違えてる、履き違えてしまってる方結構います。で、これは日本人だけじゃなくて、やっぱ世界各国にいっぱいいて、流暢さっていうと、早く喋ることやと思ってる人いっぱいいるんですよね。なんでなんか早く喋ろうとするし、なんかブララって話そうとするんやけど、それは流暢さではないんですよ。で、流暢さって何をチェックしてるのって言ったら、使ってる単語のナチュラルさ。単語と単語の組み合わせ。まあ、英語で言うところのコロケーションって言われるもんですよね。単語と単語の相性があるんやけど、その形容詞とその名詞はひっつかへんよとか、その動詞とその名詞はひっつかへんよっていうのが、言語って全部決まってるんですよ。例えば、日本語で言うんやったら、風を引く。やけど、風になるとか、風が出るとか言わんじゃないですか。風引くっていう、風を引くっていう、この単語の組み合わせって決まってて、これネイティブスピーカーからしたらもう当たり前で、それじゃなかったらおかしいよね。で、片や人が風になりましたって言ったら、風になったの?みたいななんかの歌かなと思うじゃない?っていうくらい、その言葉の組み合わせ、これがナチュラルさなんです。これがナチュラルさであって、これが流暢さなので、皆さん早く喋ることやと思わんといてくださいね。早く喋ってると結構多分点低いというか、あまりこう、心象良くないやろうなと思います。なんでかっていうと、スペイン語ってね、口しっかり開けて、アクセントの位置とか、ちゃんとアクセントを丸くあるして、そして、イントネーションっていうのもつけていく。で、きちんと発音するっていうのがすごい大事な言語なんですよ、スペイン語って。なんで、うちの講座ではすごい発音やっていくんですけど、それをね、無視してしまうと、まあ、そもそも口開けて発音できてないから、音が聞こえにくいし、アクセントの位置違ってしまうと、違う単語にね、聞こえてしまうしね、下手したらスペル違うように聞こえてしまったりとかするから、そのあたりの方がよっぽど大事やから、皆さんそんなにこうサラサラ喋られへんっていうことに対して気にする必要はなくて、そんなことよりももっとちゃんと口開けてきちんと発音する。で、アクセントの位置はどこなんかっていうのをちゃんと意識しながら話す。で、その単語のコロケーションっていうのも意識していくっていうね、そのあたりをね、重視していただいた方がやっぱりスピーキングは点も上がりやすい。まあ、点も上がりやすいし、そもそも日常的な会話の中でも、その方がみんなと会話続きやすいし、相手にとっても聞きやすいスペイン語になってるから、皆さんが本来やりたいコミュニケーションを取るっていうところに直結するんですよ。なので、これちょっとそんな判断ね、間違わないようにしていただいたらいいかなと思います。もし
この動画を今見てくださってる皆さんがもうあと3週間でほんまに試験ってなって、私がなんかアドバイスすることがあるとするならば、リスニングの練習を集中できる環境でせんといてください。あのオーディフォンとか使ったらあかんですよ皆さん。イヤホン使って練習なんかしてたらあかんよ。当日はまあまあ劣悪な環境の可能性があるから、もう窓とか開けてもうそのままちょっとちっちゃい音くらいで練習したりとかね、する方がいいですね。なかなか集中できないなこの環境っていうところで、あえてリスニングの練習をすることをお勧めします。なんでかって言ったら、そんなに音響がいいところでそんなに集中できる環境で試験が受けれることってないんですよ。デレって結構これ日本国内でもそうやと思います。やっぱり隣で工事してる、これトイックとかでも全然あるよね。隣で工事してたとか、急にヘリコプター飛んできたとか、なんか部活やってたとか、もうそんなん全然あるんですよ。でそんなん海外の会場とかやったらもっとひどくて、暑すぎるとか寒すぎるとか。私もね C1 受けた時はなんか音楽ホールみたいなところでやったからね、音声がもう反響して何言ってるか聞こえへんの。で、ね、何言ってるか聞こえへんねって周りでめっちゃなんかケラケラ笑いながらやってて、試験の雰囲気ちゃいますよね。ほんまに。なんで試験受験者同士とかでもヨーロピアンとかとやったらめっちゃ喋る。それがアジア人がいっぱい受けてたりしたら、もうなんなんってみんななるから、韓国人とか日本人とか中国人とかだけやったらありえへんってなるんやけど、そこにヨーロピアンとかおったらもうめっちゃみんな面白がるから、全然聞こえへん、はぁはぁみたいになってて、もうなんかほんま C1 の時はボロボロでしたけど。で、それを後で先生に言ったら、まあでも実際にリスニングなんてね、そんな集中して人と話をするとき、例えば皆さんカフェとか友達と行って周りの雑音って絶対あるでしょ。カフェ行こうがレストラン行こうが映画館行こうが絶対雑音ってある中で人の話って聞かなあかんから、そんな無音の環境でねリスニングやろうと思ってること自体が間違いよって私先生に、ペルシの先生に言われたことがあって、まあそれはそうやなと思ったんやけど。なので皆さんも今の段階からですね、まあ最悪でも窓を開けてこう外の音が聞こえる、生活音が聞こえるような、なんかそんな環境とかでやっておくと、まあ当日ねストレスにならんと思います。日本人やっぱりいい意味でもすごいいい環境で生きてきているから、そういうのをストレスに感じやすかったりするなと思ってて、はい。なのでまあそんな感じかな。まあちょっとね面白がってもらえたらいいと思いますよ。で試験中も試験官の先生が後ろで喋ってるとかね、リカルド・パルマとかでも結構あります。なので先生試験官やってるのに、その違う先生が入ってきてここでなんか相談してるとか、学生入ってきちゃうとか、もしくはそのなんか相談してるとかならまあ一瞬で終わるんやけど、試験官の先生同士が後ろでペチャクチャ喋ってるみたいなこととかも全然あるんですよ。で、ちょっと静かにしてって言おうかなって思ったりするんやけど、まあもうこんなことはね別に言ってもいいと思うし、先生ちょっと静かにしてもらっていいですかって別に言ってもいいと思うけど、そこにストレスかかるようやったらもう完全にシャットアウトして自分の試験に集中する方がいいかなと思います。はい。なのでなんかいろんな意味で私たち日本人の常識を覆してくれる試験やから、まあ楽しんでほしいなと思います。で、なんかまたその疑問もそうやし質問もそうやし、聞いてみたいなとかやし、あとはなんかそのこんな面白いことあったよみたいなエピソードとかもよかったらねコメント欄に書いてもらえたらなと思います。そしたら他の人が見えるじゃないですか。で、結構うちの受講生とかもそうなんやけど、東京会場で起こったことをすごいシェアしてくれて、それが京都会場の人に役に立ったとかね、まあ、本人めっちゃシェアしてくれるんですよ。海外同士もほうやしね、結構中南米の中でもかなりメインの国ではうち受講生が出てるので、もう未だにね昔コロンビアに受けに行かれた方にシェア会してもらったりとか、もうそんなんもねしたりしてるくらいで、やっぱりそれがみんなの学びになっていくじゃないですか。今皆さんそれぞれが持ってるその個々の経験談っていうのは必ず誰かの役に立っていくので、でもなかなかそういうのをシェアする機会ってないと思うんですよ。実際私試験受けに行った時こんなんやったよとか、これが困ったよとか、こういうの持ってったらいいよみたいなのとかあったら、ぜひねコメント欄に書いていただけると、これから受ける人の学びになっていくんでね、なんかシェアしてくれたら嬉しいです。はい、ぜひよろしくお願いいたします。
はいっていう感じかな。まあ、デレ皆さん頑張ってきてくださいね。まあ、とりあえずね、ほんまにまあもう結果はどうあれ、やっぱり自分やりきったなとか、私頑張ったなって思えることが大事やから、その受かるっていうところだけにフォーカスをするんじゃなくて、自分のスペイン語力上げるっていうところ見ていってください。自分のスペイン語力上げるって思ってたら合格っていうのはついてくるから、勝手に合格って見てたらここまでしか行かれへんねんけど、スペイン語力上げてこういうことしてみたいと思ってたら合格って勝手についてくるからね。なのでちょっと視野が狭くなっちゃってる方とか、ストレスを感じてしまってる方は、まあよかったら恵子さんに会いに来てもらってとかね。でまあそしてこう気分転換もしながらね、まあ出る受験楽しんでください。ほんと今日は大変やと思うけど、後からやってみたらね、ほんまに頑張ってよかったなっていう、なんか中学校の部活みたいなもんやと思います。でそれはうちの受講生を見ててもほんまにそうで、あの時楽しかったなとか、あの時頑張ってよ、ほんまによかったっていう話しか聞かんのですよ。で、そういう風な仲間がいるってほんまに幸せだと思うし、まあ今一人で頑張ってらっしゃる方もね、一人ちゃうから、恵子さんちゃんとここでいますし、うちのね、受講生も、ハポニョルの仲間も、みんなですね、みんなスペイン語勉強してるのは仲間なので、ね、一緒に頑張っていきましょう。で、一番直近のね、この2024年11月の試験、はい、頑張ってきてください。で、またね、皆さんの受験報告とか、結果報告とかも楽しみにしてます。はい、では今日はこんな感じで終わっていきましょうかね。まあ、デレの受験の流れ、そしてよくあるご質問についてお話ししてきました。皆さんいかがでしたでしょうか。ね、質問なんかもね、どんどん受け付けてます。でですね、プラスよ、恵子さんのメルマガではですね、私もペル在住歴8年ですよ。で、私の全てを詰め込んだ、スペイン語の教科書完全版プレゼントしておりますので、まあ、ちょっとこれ欲しいっていう方はぜひ動画下の概要欄からチェックしておいてください。でメルマガはですね、週に1回配信してて、まあ、こういうデレの情報とかもそうやし、シークレットセミナーとかね時々やってるんですよ。リスニングとかもそうやし、単語の覚え方とかも、まあ、不定期に開催をしてるし、あとなんかね、私がいろんな情報をシェアしたら皆さんがこう感想をくださったりとかして、結構やり取りをして、で私はそれを見て、ああみんなこんなこと悩んでるんや、じゃあこんなんやってみようみたいな感じで、また新しいイベントをやってみたりとか、はい、いろんなことをねやってるので、まあ、ちょっと興味あるわっていう方は今のうちにメルマガ登録しておいていただいたら、もうそういう情報はねやっぱね、もうメルマガで、もうメルマガ登録してくれてる人だけに内緒でお伝えしてますし、やっぱりここでは出せない情報とか、最新の情報とか、ペル生活の内緒話とか、スペイン語学習法とかっていうのはもうメルマガでしかねお伝えしてないので、まあ、気になる方はねぜひ登録してもらえたら嬉しいです。はい、というところで今日はじゃあこんな感じで終わっていきましょうか。皆さん最後まで見ていただいてありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。Muchas gracias por ver mi video. Chao.